はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全科式丸7をお送りします。で、ついに7本目までやってきましたけど、次回の丸8で終了になります、全科式ね。で、今回もまた一般校求める問題を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあやっていきましょう。で、今までね、いろんなタイプのね、全科式やってきましたけど、まあ、これも見てすぐわかります、特徴が。何かって、A の N プラス2、N プラス1、AN が3つあるっていう。で、これ、隣接三交換のっていうふうによく言うんですけど、まあ、そのタイプの問題です。で、これはもうやり方が決まってるので覚えちゃってください。で、根本的に1番も2番もやること同じなんですけど、ちょっとね、途中から分かれるんです、やり方が。そう。で、メインとしては2番で覚えてほしいんですけど、こういう時はこういう解き方があるんだよ、みたいな感じでやっていきます。まあ、そこで言われてもね、なんだって思ってしまうと思うんですが、まあ、お付き合いください。で、まずですね、この n プラス2、n プラス1、n があるときなんですけど、これ、変形をします、今から。で、変形をするときに、どうね、変形するかっていうと、まず、n プラス2、a のね、n プラス2を x2 乗で置き換えます。で、a の n プラス1を x、つまりマイナス 3x です。で、an は、まあ、1って考えてもいいんですけども、ないって考えていいです。つまり、ここはプラス2なんで、プラス2。イコール0、これを解いてください。で、これは中3でやった普通に二次方程式なので、それを解けば、ちっちゃくいくよ、これ x、マイナス2と x マイナス1、つまり x は2と1と、この2つの値を解いてください。必ず出ますから、このタイプの問題は2と1です、今ね。で、それを使って2つの式を作ることができます。2と1を使って。で、この作り方覚えてほしいんですが、まず1つ目です。どっちから言っても構わないんですけど、まず、A の N プラス2、マイナス2、どっちからでもいいです。今2を使いますけど、マイナス 2AN が来ます。片方の数字を使ってください。で、イコール、もう1個使わなかった数字、今意図的に書きます。本当はいらないんですけど。1、カッコ、ここの形の1個減ったバージョン。つまり、A の N プラス1からまた2を引いて、AN、カッコ閉じ。こういった式ができます。で、今は、ここが2、ここが1で作ったんですけど、その逆バージョンも書いてください。つまり、A の N プラス2、マイナス 1AN。ごめん、やっちゃった。書き間違った。ごめん。n プラス1だ、こう。ごめんね。で、1、an プラス1なんで、まあ1はね、書かなくて済むから、プラス1と。イコール、2の、カッコ、an プラス1、マイナス、an。1と2が逆になったバージョンです。で、最初慣れるまでは、これ一回展開してごらん。ちゃんと戻るから、この式に。で、もし不安だったりする場合は、今みたいに戻るかなって確認して、戻れば OK だし、戻んなかったらどっかで計算間違ってるんで、まあそんな感じでチェックしてみるといいと思います。で、こうやって変形するんです。いい？この式を解いて、x と2つ値を出すと。で、その2個の数字を使ってこういう変形をする。数字を使う場所はここが同じです。2、2、1、1。で、使わなかった数字をここで使います。ここはつきません、何も。で、こういう変形をする。で、本当は、この式をそれぞれ解いていって、ダブルでこう攻めていって、最後ゴールにたどり着くみたいな。で、やるんですよ。で、それが2番でやるんですけど、本当は。ただ、ある一定の条件の時だけ、それをやらなくていいことがあります。で、その条件が何かっていうと、片方が1の時です。答え。答え、これね、解いた答えが。で、今片方1じゃないですか。で、その時は、こっちだけ使います。ここが1の時。つまり、これ使わなくていいんです、今。この下の式だけ使って解いていくと。で、これどうやって解いていくかっていうと、この部分、ここです。を bn って置いて解いていく。つまり、bn イコール an プラス1、
マイナス AN と置くと、ちょっとね入りきらないようにして横行きますね。これが BN だったら、ここの N のところ全部プラス1してください。そうすると N プラス1、 N プラス2、 N プラス1になるんで、ここの部分が BN プラス1になります。ここがね、だから BN プラス1イコール 2BN に変わる。で、置き換えたら必ず初項も出しておきましょう。 B1 は 1A2-A1 になるから、両方あるからね、 5-3、 つまり B1 は2となります。で、もうこうなったら、よって BN、 こいつは初項2、コーヒー2の等比数列ってすぐ分かるので、初項 1×R の N-1 乗で、これはね、2がくっつけられるから2の N 乗とこうなりました。で、なんかやりきった感出てくるんですけど、出すのは AN なんで、まだたどり着いてないと。で、こっからどうするかっていうと、今 BN がこれっていうことは、つまりここに戻します。ちょっと逆にするけど、 AN プラス1マイナス AN、 ここね、イコール BN だから2の N 乗なんです。で、 AN プラス1と AN 引いてる隣の項を引いたら、それが2の N 乗だった。 N が入ってる、これ階差数列だよね、これね。だから、もうこっから AN は階差数列だと思って、 AN だったよね、階差数列だと思って解いていく。つまり階差だから必ず N が2以上の時を発動させると。で、 AN イコール A1 ね、こっちね、 AN についてやってるから A1 で3プラスシグマ K が1から N-1 までのこいつの N を K に変えるから、こうなります。で、あとはこれを解いていくと、3プラス、これコーヒー2だから R-1 分の初項2だから2括弧 R のここね、 N-1 乗-1 とこうなる。で、これ分母なくなるか。で、2配るから2の N 乗だよね、ここね。で、ここもマイナス2になって、こいつとくっつくとプラス1となります。で、これがね、1の時満たすか確かめると、1を入れると3か。で、 A1-3 で1してるので、これは下が入る入るから、これは N イコール1の時を満たすので、一応下、あ、つか右かけるかなあれか、ちょっとごめんね、これ俺答えにしようと思って大きく書いてしまったんやけど、もうちょっとちっちゃくしよう、ちゃんと答え最後ボンって書きたいね。ここに書こうか。ここが2の N 乗プラス1なんでね。で、これは N イコール1の時を満たすと。よって AN イコール2の N 乗プラス1と。これで OK となります。で、試しに2とか入れてみると、これ2入れる2の2乗だから4足して5でちゃんとなってるしね。まあ、いけてるやろ、みたいな。こんな感じで解いてください。まず、この変形は絶対に覚える。ここに関しては。で、変形した後に片方が1の時は、こっち、AN プラス1マイナス AN の方を使ってください。こっちを。こっちは2が入っちゃってるんでね。で、こっちを使えば、ここが階差数列で攻められるから、こういう流れになります。いいね。で、しまった。焦点今合わせればよかったね。で、2番もですね、同じようにやっていくんですが、まずね、変形していきましょう。で、ここね、N プラス2が X2 乗、X ないって考えてやると、X2 乗マイナス 5X プラス6イコール0を解いてください。で、因数分解すると、マイナス3とマイナス2。なので、X は3と2です。で、まあ、この部分書きなさいっていう先生もいるのかな、わかんない。自分はね、書くなよって、
自分のね、高校の時の恩師に言われてたんで、俺は書かないんですけど、なんかどっかで隅っこでやっちゃうんですけどね。まぁ、ちょっとまた、あの、先生に合わせてください、そこは。で、3と2使うんで、同じように変形していきます。ちょっと上気味で詰めますよ。まず an プラス2、3からいこうか。マイナス3、an プラス1です。で、次の2を使って、カッコ、ここの1個減ったやつね。n プラス1、同じくマイナス3、n です。不安だったらもう一回展開して戻るか確認しましょう。で、今度逆です。2と3が。プラス2、マイナス2、an プラス1、イコール3が来て、左と同じ数字の組み合わせでこうなる。これで2つの変形が完了となります。で、今回は1がないんで、それぞれ攻めていくと。両側から。両側っておかしいね。2つからね。で、まあ書き方自由なんですが、ちょっと番書量の関係で、ちょっとこれ1と2にしちゃおうかな。まず上の1からいきます。で、1はどうやるかっていうと、基本的に同じです。置き換えて攻めていく。で、1について、ここです。こっちね。括弧の中身。BN 先ほど言ったね。を BN って置いてやると、BN イコール、AN プラス1、ここね。マイナス 3AN。と、置くと、一応書くか。こっち入らないよね、きっと。いや、いけるな。ちょっと詰めていい？置くと、ここがまた同じように BN プラス1に変わるので、プラス1イコール 2BN に変わります。で、必ず初項も忘れず。入る、OK、OK。で、B1 は1入れるんで、A2-3A1 です。いいね。A2-3A1。A2 は5です。3A1 は 3×1 で3になるんで、5を引く3で、ここ2になります。となる。入るかな？ OK ね。となると。で、なので、これ BN 考えると、初項に、後比に、こっちと同じだね、たまたまね。になるから、よって、BN イコール、初項かける後比の N-1 乗、つまり、2の N 乗ってことが分かりました。いいかな？で、さっきはこれを戻したらいけたんですけど、これ戻しても使えないんで、だから今度2についてもやります。で、同じように2について、ちょっとこう3につけとこうかな、説明上ね。ついて、で、今度はこの括弧の中身を CN とかって置いてください。プラス1、マイナス2、AN と置くと、同じようにここは CN プラス1になります。だから、C の N プラス1イコール3倍の CN。こう。で、初項が、C1 イコール A2-2A1 です。A2-2A1 だから3か。となる。つまり、CN イコール初項3、公比3なので、初項かける公比の N-1 乗、つまり3の N 乗と、こうなります。さっきと違って両側両方やってるんです。さっき片方しかやらなかったけどね。で、こっから最後どうするかっていうと、3と4より、3っていうのは BN イコール2の N 乗でした。でも BN ってもともとこれを置き換えてるんで、AN、ここね。ここ。AN プラス1、マイナス3、AN が2の N 乗なんです、今。ここね、BN とこれ一致するから、こいつが2の N 乗って戻してあげます。で、同じようにこっちも CN3 の N 乗なんですけど、もともとこいつなんで CN って。だから、マイナス、イケイコール3の N 乗となる。で、大事なことは今、ゴール。ゴールは AN です。AN が下に一般語だからね。ってことは、これ並べました。両辺引いたら、AN プラス1消えるんだよね。AN しか残らないんだよ、ちゃんと。だから、これ、両辺を引いて、ここ消えます。で、ここは、マイナス AN イコール、2の N 乗マイナス3の N 乗と、
こうなるんで、両辺マイナス処理すれば、an イコール3の n 乗マイナス2の n 乗と、こうなって終了となります。こっちは階差を使ってないんで、1の時満たすとかいらないからね。こっちは階差を使ったんで、最後書かなきゃいけないんですけど。で、一応不安だったら確認でね、1入れてみると、3-2 で1になってると。2入れてみる。サザン学、2が4、9-4で5になってる。OK でしょみたいな。まあ、こんな感じで、隣接参考感をね、こうやって解いてみてください。で、基本的スタイルしたらこっちです。こっちで覚えてください。まあ、変形はね、絶対覚えなきゃいけないんですけど、2つの式を立てて、それぞれ置き換えて一般項を出す。で、並べて、足し算して、n プラス、引き算をして、n プラス1を消しに行くみたいな感じ。ただし、片方が1になった時は、この状態で階差が使えるので、そっちだけで勝負しても解けるよ、みたいな風に覚えていただければと思います。では、今回は高校数学数 B の全科式〜7をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回全科式ラストです。やっとね。で、ラストなんですが、まあ、ちょっと有名なんですけど、ちょっとね、今までと違うタイプの全科式の問題、一問ね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。